こんにちは、新州読書会の宮沢です。今日は太宰治の地区剣談という短編小説を朗読していきます。読書会用に朗読しますので、読み間違いや聞き取りづらいところあると思いますが、ご了承ください。地区剣談。私は犬については自信がある。いつの日にか必ず食いつかれるであろうという自信である。私はきっと噛まれるに違いない自信があるのである。よくぞ今日まで食いつかれもせず無事に過ごしてきたものだと不思議な気さえしているのである。諸君、犬は猛獣である。馬を倒し玉坂には獅子と戦ってさえこれを征服するのでするというではないか。さもありなんと私は一人寂しく趣向しているのだ。あの犬の鋭い牙を見るがよい。ただものではない。今はあのようにガエロで無心の風を装い、取るに足らぬもののごとく自ら冷えして、くず箱を覗き回ったりなどして見せているが、もともと馬を倒すほどの猛獣である。いつ何時怒り狂い、その本性を暴露するか、分かったものではない。犬は必ず鎖に固く縛り付けておくべきである。少しの油断もあってはならぬ。世の多くの飼い主は自ら恐ろしき猛獣を養い、これに日々わずかの残飯を与えているという理由だけで、全くこの猛獣に心を許し、S や S やなど気楽に呼んで、さながら家族の一員のごとく身辺に近づかしめ、3歳の我が愛児をして、その猛獣の耳をぐいと引っ張らせて大笑いしている図に至っては戦慄、目を覆わざるを得ないのである。不意にワンと言って食いすぎたらどうする気だろう。気をつけなければならぬ。飼い主でさえ噛みつかれぬとは保証できがたい猛獣を、飼い主だから絶対食いつかれぬということは愚かな気のいい迷信に過ぎない。あの恐ろしい牙がある以上必ず噛む。決して噛まないということは科学的に証明できるはずはないのである。その猛獣を放し飼いにして往来をうろうろ徘徊させておくとはどんなものであろうか。昨年の晩秋、私の友人がついにこの被害を受けた。痛ましい犠牲者である。友人の話によると、友人は何もせず横丁を懐でしてブラブラ歩いていると、犬が道路上にちゃんと座っていた。友人はやはり何もせず、その家、犬のそばを通った。犬はその時、嫌な横目を使ったという。何事もなく通り過ぎた。途端、ワンと言って、右の足に食いついたという、災難である。一瞬のことである。友人は呆然自失したという。ややあって悔し涙が湧いて出た。さもありなん、と私は寂しく趣向している。そうなってしまったら本当にどうしようもないではないか。友人は痛む足を引きずって病院へ行き手当てを受けた。それから21日間病院へ通ったのである。3週間である。足の傷が治っても体内に狭窄病といういまわしい病気の毒があるいは注入されてあるかもしれぬという懸念から、その防毒の注射をしてもらわなければならぬのである。飼い主に談判するなど、その友人の弱気をもってしては とてもできぬことである。じっとこらえて己の不運にため息をついているだけなのである。しかも注射代など決して安いものではなく、そのような余分な蓄えは失礼ながら友人にあるはずもなく、いずれは苦しい算段をしたに違いないので、とにかくこれはひどい災難である。大災難である。またうっかり注射でも怠ろうものなら、狭窄病といって発熱、脳乱の苦しみにあって、果ては顔が犬に似てきて、四つ這いになり、ただワンワンと吠えるばかりだという。そんな凄惨な病気になるかもしれないということなのである。注射を受けながら、友人の憂慮、不安はどんなだったろう。友人は、苦労人で、ちゃんとできた人であるから、醜く取り乱すこともなく、37、21日、病院に通い、3、7、21日、病院に通い、注射を受けて、今は元気に立ち働いているが、もしこれが私だったら、その犬、生かしておかないだろう。私は人の3倍も4倍も復讐心の強い男なのであるから、また、そうなると、人の5倍も6倍も残忍性を発揮してしまう男なのであるから、立ちどころにその犬を、の頭蓋骨をめちゃめちゃに粉砕し、目玉をくり抜き、ぐちゃぐちゃに噛んで、ベッと吐き捨てて、それでも足りず、
近所近辺の飼い犬ことごとくを毒殺してしまうであろう。こちらが何もせぬのに突然ワンと言って噛みつくとは、なんという無礼、凶暴の仕草であろう。いかに畜生といえども許しがたい。畜生不憫のゆえをもって人はこれを甘やかしているからいけないのだ。容赦なく滑稽に処すべきである。昨週友人の遭難を聞いて、私の畜犬に対する日頃の憎悪はその極点に達した。青い炎が燃え上がるほどの思い詰めざる憎悪である。今年の正月、山梨県甲府の町外れに8畳3畳1畳という草庵を借り、こっそり隠れるように住み込み、下手な小説アクセク書き進めていたのであるが、この甲府の町、どこに行っても犬がいる。おびただしいのである。往来に、あるいはただすみ、あるいは長々と寝そべり、あるいはシックし、あるいは牙を光らせて吠え立て、ちょっとした空き地でもあると、必ずそこは野犬の巣のごとく、くんずほぐれつ、格闘の稽古にふけり、夜など無人のガエロを風のごとく、野党のごとく、ぞろぞろ大群をなして縦横に駆け巡っている。甲府の家ごと、少なくとも2匹ずつぐらい養っているのではないかと思われるほどにおびただしい数である。山梨県はもともと甲斐犬の産地として知られているようであるが、街頭で見かけたる犬の姿は決してそんな純血種のものではない。赤い無垢犬が最も多い。取るところなき、浅はかな打犬ばかりである。もとより私は畜犬に対しては含むところがあり、また友人の遭難以来一層の嫌悪を、の念を増し、警戒もおさおさ怠るものではなかったのであるが、こんなに犬がうようよいて、どこの横丁にでも徴量し、あるいはとぐろを巻いて悠然と寝ているのでは、とても用心しきれるものではなかった。私は実に苦心をした。できることならすね当て、小手当て、兜をかぶって街を歩きたく思ったのである。けれどもそのような姿はいかにも異様であり、風紀上から言っても決して許されるものではないのだから、私は別の手段を取らなければならぬ。私は真面目に真剣に対策を考えた。私はまず犬の心理を研究した。人間については私もいささか心得があり、たまには的確に誤たず指定できたことなどもあったのであるが、犬の心理はなかなか難しい。人の言葉が犬と人との感情交流にどれだけ役立つものか、それが第一の難問である。言葉が役に立たぬとすれば、お互いの素振り、表情を読み取るより他にない。尻尾の動きなどは重大である。けれどもこの尻尾の動きも注意して見ているとなかなかに複雑で容易に読み取れるものではない。私はほとんど絶望した。そうして甚だ切裂な無能極まる一方を暗出した。哀れな給与の一策である。私はとにかく犬に出会うと、満面に微笑みをたたえて、いささかも外心のないことを示すことにした。夜はその微笑みが見えないかもしれないから、無邪気に動揺を口ずさみ、優しい人間であることを知らせようと努めた。これらは多少効果があったような気がする。犬は私には未だに飛びかかってこない。けれども、あくまで油断は禁物であるが、犬のそばへ通るときは、どんなに恐ろしくても絶対に走ってはならぬ。ニコニコ、いやしい追笑笑いを浮かべて、無心そうに首を振り、ゆっくりゆっくり、内心背中に毛虫が10匹張ってるような窒息せんばかりの悪感にやられながらも、ゆっくりゆっくり通るのである。つくづく自分の卑屈が嫌になる。泣きたいほどの自己嫌悪を覚えるのであるが、これを行わないとたちまち噛みつかれるような気がして、私はあらゆる犬に哀れな挨拶を試みる。髪をあまり長く伸ばしていると、あるいはうろん者として吠えられるかもしれないから、あれほど嫌だった床屋へも精出していくことにした。ステッキなど持って歩くと犬の方では威嚇の武器と勘違いして、反抗心を起こすようなことはあってはならぬから、ステッキは永遠に廃棄することにした。犬の心理を測りかねて、ただ行き当たりばったり、むやみやたらにご機嫌をとっているうちに、ここに意外の現象が現れた。私は犬に好かれてしまったのである。尾を振ってぞろぞろ後についてくる。私は時短打を踏んだ。実に皮肉である。羽がね、私の心よからず重い。また最近に至っては憎悪の極点にまで達している。その当の畜犬に好かれるくらいならば、いっそ私はラクダに慕われたいほどである。
どんな悪女にでも好かれて気持ちの悪いもはずはないというのは、それは浅はかな想定である。プライドが、虫がどうしてもそれを許容できない場合がある。堪忍ならぬのである。私は犬を嫌いなのである。早くからその凶暴の猛獣性をかっぱし、看破し、心よからず思っているのである。たかだか日に一度や二度の残飯の投与に預からんために、友を売り、妻を離別し、己の身一つ、その家の軒下に横たえ、忠義顔して、かつての友に吠え、兄弟、父母をもケロリと忘却し、ただひたすらに飼い主の顔色を伺い、鮎追傷点として恥じず、ぶたれてもキャンと言い、尻尾を巻いて並行してみて、家人を笑わせ、その精神の卑劣、集会、犬畜生とはよく言った。日に十両ラグラクと走破しうる見客を有し、獅子をも倒す発光鋭利の牙を持ちながら、乱打無頼の腐り果てた卑しい根性をはばからず発揮し、一片の矜持なく、手もなく人間界に屈服し、霊俗し、同族互いに敵視して、顔つき合わせると吠え合い、噛み合い、持って、人間のご機嫌を取り結ぼうと努めている。スズメを見よ、何一つ武器を持たぬ、戦弱の賞金ながら、自由を確保し、人間界とは全く別個の小社会を営み、同類層を親しみ、金銭日々の貧しい生活を歌い楽しんでるではないか。思えば思うほど犬は不潔だ。犬は嫌だ。なんだか自分に似ているところさえあるような気がして、いよいよ嫌だ。たまらないのである。その犬が、私を特に好んで、尾を振って親愛の情を表明してくるに及んでは、狼狽とも無念とも何とも言いようがない。あまりに犬の猛獣性を畏敬し、飼いかぶり、節度もなく微笑を撒き散らして歩いたゆえ、犬はかえって知気を得たものと誤解し、私を組み癒しと見て取って、このような情けない結果に立ち至ったのであろうが、何事によらず、ものには節度が大切である。私は未だにどうも節度を知らぬ。早春のこと、夕食少し前に私はすぐ近くの49連隊連兵場へ散歩に出て、2、3の犬が私の後についてきて、今にもかかとをがぶりとやられはせぬがと生きた気もせず、けれども毎度のことであり、観念して、無心、平静を装い、パッとダットのごとく走り逃げたい衝動を懸命に抑え、ぶらりぶらり歩いた。犬は私についてきながら、みちみちお互い喧嘩など始めて、私はわざと振り返ってみもせず、知らぬふりして歩いているのだが、内心実に平行であった。ピストルでもあったなら、躊躇せず、ドカンドカンと射殺してしまいたい気持ちであった。犬は私にそのような下面女菩薩、内心女夜叉的の観念の外心があるとも知らず、どこまでもついてくる。連兵場にぐるりと一回りして、私はやはり犬に慕われながら帰途に着いた。家へ帰り着くまでは、背後の犬もどっかへ憂さ無償しているのがこれまでのしきたりであったのだが、その日に限ってひどく必要で慣れ慣れしいのが一匹いた。真っ黒の見る影もない子犬である。随分小さい。胴の長さ5寸の感じである。けれども小さいからといって油断はできない。歯はすでにちゃんと生え揃っているはずである。噛まれたら病院に3、7、21日間通わなければならぬ。それにこのような幼少の者には常識がないから、従って気まぐれである。一層用心しなければならぬ。子犬は後になり先になり、私の顔を振り仰ぎ、よたよた走って、とうとう私の家の玄関までついてきた。おい、変なものがついてきたよ。おや、かわいい。かわいいもんか、追っ払ってくれ。手荒くすると食いつくぜ。お菓子でもやって。例の私の軟弱外交である。子犬はたちまち私の内心、畏怖の情を見抜き、それにつけ込み、ずうずうしくもそれからずるずると私の家に住み込んでしまった。そうしてこの犬は、3月、4月、5月、6、7、8、そろそろ秋風吹き始めてきた現在に至るまで、私の家にいるのである。私はこの犬には幾度流されたかわからない。どうにも始末ができないのである。私は仕方なくこの犬をポチなどと呼んでいるのであるが、半年も共に住んでいながら、未だに私はこのポチを一家のものとは思えない。他人の気がするのである。しっくりいかない。不和である。お互いの心理の読み合いに火花を散らして戦っている。そうしてお互い、どうしても釈然と笑い合うことができないのである。
はじめこの家にやってきた頃は、まだ子供で地べたのアリを不審そうに観察したり、ガマを恐れて悲鳴を上げたり、その様は私も思わず失笑するところがあって、憎いやつであるが、これも神様の御心によってこの家に迷い込んでくることになったのかもしれぬと、縁の下に寝床を作ってやったし、食い物も乳幼児向きに柔らかく煮て与えてやったし、飲み取り粉などを体に振りかけてやったものだ。けれども、一月経つともういけない。そろそろ打犬の本領を発揮してきた。いやしい。もともとこの犬は連兵所の隅に捨てられてあったものに違いない。私のあの散歩の木と私にまとわりつくようにしてついてきて、その時は見る影もなく痩せこけて、毛も抜けていて、お尻の部分はほとんど全部剥げていた。私だからこそこれに箇所を与え、おかゆを作り、洗い言葉一つかけるのでなし、腫れ物に触るかのように丁重にもてなしあげたのだ。他の人だったら足毛にして追い散らかしてしまったに違いない。私のそんな親切なもてなしも、内実は犬に対する愛情からではなく、犬に対する先天的な憎悪と恐怖から発した老獪な駆け引きに過ぎないのであるが、けれども私のおかげでこの墓地は毛並みも整い、どうやら一人前の男の犬に成長することを得たのではないか。私は恩を売る気は毛頭ないけれども、少しは私たちに何か楽しみを与えてくれても良さそうであると思われるのであるが、やはり捨て犬はダメなものである。大飯を食らって食後の運動のつもりであろうか、下駄をおもちゃにして無残に噛み破り、庭に干してある洗濯物にいらぬ世話をして引きずり落とし、泥まみれにする。こういう冗談はしないでおくれ。実に困るのだ。誰が君にこんなことをしてくれたと頼みましたか、と私はうちに針を含んだ言葉を精一杯優しく嫌味を聞かせて言ってやることもあるのだが、犬はきょろりと目を動かし、嫌味を言い聞かせている当の私にじゃれかかる。なんという甘ったれた精神であろう。私はこの犬の鉄面皮には密かに呆れ、これを軽蔑さえしたのである。蝶鶴に及んで、いよいよこの犬の無能が暴露された。第一、形が良くない。年少の頃はもう少し形の均整も取れていて、あるいは優れた血が混じっているのかもしれぬと思わせるところもあったのであるが、それは真っ赤な偽りであった。胴だけがニョキニョキ長く伸びて、手足が著しく短い亀のようである。見られたものではなかった。そのような醜い形をして、私が外出すれば必ず影のごとくちゃんと私に付き従い、少年少女までが、いやあ、へんてこな犬じゃあ、と指をさして笑うこともあり、多少見え坊の私はいくらかすまして歩いても何にもならなくなるのである。いっそ他人のふりをしようと早足に歩いてみても、ポチは私のそばを離れず、私の顔を振りあおぎ振りあおぎ、後になり先になり絡みつくようにしてついてくるのだから、どうしたって二人や他人のようには見えまい。気心のあった主従としか見えまい。おかげで私は外出の旅ごとに随分暗い憂鬱な気持ちにさせられた。いい修行になったのである。ただそうしてついて歩いていた頃はまだよかった。そのうちにいよいよ隠してあった猛獣の本性を暴露してきた。喧嘩格闘を好むようになったのである。私のお供をして街を歩いて行き交う犬、行き交う犬、すべてに挨拶して通るのである。つまり片っ端から喧嘩して通るのである。ポチは足も短く、若年でありながら喧嘩は相当強いようである。空き地の犬の巣に踏み込んで、一時に 5匹の犬を相手に戦った時はさすがに危うく見えたが、それでも巧みに身をかわして難を避けた。非常な自信を持ってどんな犬にでも飛びかかっていく。たまには勢い負けして吠えながらじりじり退却することもある。声が悲鳴に近くなり、真っ黒い顔が青黒くなってくる。一度子牛のようなシェパードに飛びかかって、あの時は私が青くなった。果たしてひとたまりもなかった。前足でコロコロポチをおもちゃにして本気に付き合ってくれなかったので、ポチも命が助かった。犬は一度あんなひどい目に遭うと大変育児がなくなるものらしい。ポチはそれから目に見えて喧嘩を避けるようになった。それに私は喧嘩を好まず、いな、好まぬどころではない。往来で野獣の組打ちを放置して許容しているなどは文明国の恥辱であると信じているので、かの耳を漏せんばかりのケンケンゴーゴーキャンキャンの犬の野蛮な わめき声には、殺してもなお飽き足らない憤怒と憎悪を感じているのである。
私はポジを愛していない。恐れ憎んでこそいるが、微塵も愛してはいない。死んでくれたらいいと思っている。私にのこのこついてきて、何かそれが飼われているものだの、の、ものの義務だとでも思っているのか。道で会う犬、必ず凄惨に吠え合って。主人としての私は、その時どんな恐怖に罠なき震えていることか。自動車を呼び止めて、それに乗ってドアをバタンと閉じ、一目散に逃げ去りたい気持ちなのである。犬同士の組み打ちで終わるべきものなら、まだしも。もし、敵の犬が血迷って、ポチの主人の私に飛びかかってくるようなことがあったら、どうする?ないとは言わせぬ。血に飢えたる猛獣である。何をするか分かったものではない。私はむごたらしく噛み裂かれ、3、4、21日間、病院に通わなければならぬ。犬の喧嘩は地獄である。私は機会あるごとにポチに言い聞かせた。喧嘩していけないよ。喧嘩するんだったら、僕から遥か離れたところでしてもらいたい。僕はお前を好いてはいないんだ。少し、ポチにもわかるらしいのである。そう言われると、多少しょげる。いよいよ私は犬を薄気味悪いものに思った。その私の繰り返し言った忠告が功を奏したのか、あるいは、かのシェパードとの一戦に無様な惨敗を喫したせいか、ポチはいくつなほど柔弱な態度を取り始めた。私と一緒に道を歩いて、他の犬がポチに吠えかけると、ポチは、ああ、嫌だ、野蛮ですね、と言わんばかり、ひたすら私に気に入られようと上品ぶって、ブルッと胴振りさせたり、相手の犬を仕方のない奴だね、と、さもさも哀れむように流し目で見て、そうして私の顔色を伺い、へっへっへと癒やしい追笑笑いをするかのごとく、その様子のいやらしいったらなかった。一つもいいところないじゃないか。こいつは人の顔色ばかり伺っていやがる。あなたがあんまり変に構うからですよ。家内は初めからポチに無関心であった。洗濯物など汚された時はブツブツ言うが、あとはケロリとしてポチポチと呼んで飯を食わせたりなどしている。性格が破産しちゃったんじゃないかしら、と笑っている。飼い主に似てきたというわけかね。私はいよいよ苦々しく思った。7月に入って異変が起こった。私たちはやっと東京の三鷹村に建築最中の小さい家を見つけることができて、それの完成し次第、1ヶ月24円で貸してもらえるように、家主と契約の証書を交わして、いよいよ移転の支度を始めた。家が出来上がると家主から速達で通知が来ることになっていたのである。もちろん、ポチはもちろん捨てていかれることになっていたのである。連れて行ったっていいのに、家内はやはり、ポチをあまり問題にしていない。どちらでもいいのに。いいのである。ダメだ。僕は可愛いから養ってるんじゃないよ。犬に復讐されるのが怖いから仕方なく、そっと置いてやってるのだ。わからんかね。でもちょっとポチが見えなくなると、ポチはどこへ行ったろうと大騒ぎじゃないの。いなくなると一層薄気味悪いからさ、僕に隠れて密かに同志と糾合しているのかもわからない。あいつは僕に軽蔑されていることを知ってるんだ。服従心が強そうだからな、犬は。今こそ絶好の機会であると思っていた。この犬はこのまま忘れたふりして、ここへ置いてさっさと汽車に乗って東京へ行ってしまえば、まさか犬も笹子峠を越えて三鷹村まで追いかけてくることはなかろう。私たちはポチを捨てたのではない。全くうっかりして連れて行くのを忘れたのである。罪にはならない。またポチに恨まれる筋合いもない。復讐されるわけはない。大丈夫だろうね。置いて行っても、飢え死にするようなことはないだろうね。指令のたたりということもあるからね。もともと捨て犬だったんですもの。家内も少し不安になった様子である。そうだね。飢え死にすることはないだろう。なんとかうまくやっていくだろう。あんな犬東京へ連れて行ったんじゃ、僕は友人に対して恥ずかしいんだ。道が長すぎる。みっともないね。ポチはやはり置いていかれることに確定した。するとここに異変が起こった。ポチが皮膚病にやられちゃった。これがまたひどいのである。さすがに形容ははばかるが、感情、目を背けしむるものがあったのである。檻からの炎熱とともにただならぬ悪臭を放つようになった。今度は家内が参ってしまった。ご近所に悪いわ。殺してください。女はこうなると男よりも冷酷で度胸がいい。殺すのか。私はぎょっとした。もう少しの我慢じゃないか。私たちは三鷹の家主からの速達を一心に待っていた。4月末にはできるでしょうという家主の言葉であったのだが、7月もそろそろおしまいになりかけて、今日は
今日か明日かと引っ越しの荷物もまとめて待機していたのであったが、なかなか通知が来ないのである。問い合わせの手紙を出したりなどしている時にポチの皮膚病が始まったのである。見れば見るほど賛美の極みである。ポチも今はさすがに己の醜い姿を恥じている様子で、とにかく暗闇の場所を好むようになり、たまに玄関の日当たりのいい敷石の上でぐったり寝そべっている音があっても、私がそれを見つけて、わあひでえなと罵倒すると、急いで立ち上がって首を垂れ、平行したようにこそこそ縁の下に潜り込んでしまうのである。それでも私が外出するときには、どこからともなく足音を忍ばせて出てきて、私について来ようとする。こんな化け物みたいなものについてこられてたまるものか、と、その都度、私は黙ってポチを見つめてやる。あざけりの笑いが口角にまざまざ浮かべて、なんぼでもポチを見つめてやる。これは大変効き目があった。ポチは己の醜い姿にはっと思い当たる様子で、首を垂れ、しおしおとどこかへ姿を隠す。とっても我慢ができないの。私までむずがやくなって。家内は時々私に相談する。なるべく見ないように努めてるんだけど、一度見ちゃったらもうダメね。夢の中まで出てくるんだもの。まあ、もう少しの辛抱だ。もう少しの我慢だ。我慢するより他ないと思った。たとえ病んでいると言っても、相手は一種の猛獣である。下手に触ったら噛みつかれる。明日にでも三鷹から返事が来るだろう。引っ越してしまったらそれきりじゃないか。三鷹の家主から返事が来た。読んでがっかりした。雨が降り続いて壁が乾かず、また人手も不足で完成までにはもう10日ぐらいかかる見込みというのであった。うんざりした。ポチから逃れるためだけでも早く引っ越してしまいたかったのだ。私は変な焦燥感で仕事も手につかず、雑誌を読んだり酒を飲んだりした。ポチの皮膚病は一日一日ひどくなっていって、私も皮膚もなんだかしきりに痒くなってきた。深夜、都外でポチがバタバタとかゆさに身もだえしている物音に、幾度ぞっとさせられたかわからない。たまらない気がした。いっそ人思いにと、凶暴な発作に変わられることもしばしばあった。家主からさらに20日待てと手紙が来て、私のごちゃごちゃの憤懣がたちまち手近のポチに結びついて、こいつのあるがためにこのように諸事情円滑に進まないのだと、何もかも悪いことは皆ポチのせいみたいに考えられ、奇妙にポチを呪詛し、ある夜、私の寝巻きに犬の蚤が伝播されてあることを発見するに及んで、ついにそれまで耐えてきた怒りが爆発し、私は密かに重大の決意をした。殺そうと思ったのである。相手は恐るべき猛獣である。常の私だったらこんな乱暴な決意は逆立ちしたってなし得なかったところのものなのであったが、盆地特有の酷暑で少し変になっていた矢先であったし、また毎日何もせずただポカンと家主からの速達を待っていて、死ぬほど退屈な日々を送って、むしゃくしゃし、イライラ、おまけに不眠も手伝って発狂状態であったのだから、たまらない。その犬の蚤を発見した夜、直ちに家内をして、牛肉の大変を買いに走らせ、私は薬屋に行き、ある種の薬品を少量買い求めた。これで用意はできた。家内は少なからず興奮していた。私たち鬼夫婦は、その夜吸収して、小声で相談した。あぐる朝4時に私は起きた。目覚まし時計をかけておいたのであるが、それが鳴り出さぬうちに目が覚めてしまった。しらじらと開けていた。肌寒いほどであった。私は竹の皮包みにを捧げて外へ出た。おしまいまで見ていないですぐお帰りになるといいわ。家内は玄関の式台に立って見送り、落ち着いていた。心得ている。ポチ、来い。ポチは尾を振って縁の下から出てきた。来い、来い。私はさっさと歩き出した。今日はあんな意地悪くポチの姿を見つめるようなことはしないので、ポチも自身の醜さを忘れて、いそいそ私についてきた。霧が深い。町はひっそり眠っている。私は連平場へ急いだ。途中、恐ろしく大きい赤毛の犬がポチに向かって猛烈に吠え立てた。ポチは霊によって上品ぶった態度を示し、何を騒いでいるのかね、とでも言いたげな別紙をちらとその赤毛の犬にくれただけで、さっさとその面前を通過した。赤毛は卑劣である。向こうにもポチの背後から風のごとく襲いかかり、ポチの寒しげな睾丸を狙った。ポチはとっさにくるりと向き直ったが、ちょっと躊躇し、私の顔色をそっと伺った。やれ！私は大声で命令した。赤毛は卑怯だ。もう存分やれ。許しが出たので、ポチはブルンと一つ大きく胴震いして、弾丸のごとく赤犬の懐に飛び込んだ。
たちまちケンケンゴーゴー、2匹は一つの手まりみたいになって格闘した。赤毛はポチの倍ほど大きい図体をしていたが、ダメであった。ほどなくキャンキャンと悲鳴を上げて敗退した。おまけにポチの皮膚病まで移されたかもわからない。バカなやつだ。喧嘩が終わって私はほっとした。文字通り手に汗して眺めていたのである。一時は2匹の犬の格闘に巻き込まれて、私も共に死ぬような気さえしていた。俺は噛み殺されたっていいんだ、ポチよ。思う存分喧嘩をしろ、と異様に力んでいたのであった。ポチは逃げていく赤毛を少し追いかけ、立ち止まって私の顔色をちらと伺い、急にしょげて首を垂れ、すごすご私の方へ引き返してきた。よし、強いぞ。褒めてやって私は歩き出し、足をカタカタ渡って、もうここは連兵場である。昔ポチはこの連兵場に捨てられた。だから今、この連兵場へ帰ってきたのだ。お前のふるさとで死ぬがよい。私は立ち止まり、ポトリと牛肉の大変を私の足元へ落として、ポチ、食え。私はポチを見たくなかった。ぼんやりそこへ立ったまま、ポチ、食え。足元でペチャペチャ食べている音がする。一分も経たぬうちに死ぬはずだ。私は猫背になってノロノロ歩いた。霧が深い。ほんの近くの山がぼんやり黒く見えるだけだ。南アルプスの連峰も富士山も何も見えない。朝露で下駄がびしょ濡れである。私は一層ひどい猫背になってノロノロ木戸に着いた。橋を渡り、中学校の前まで来て振り向くとポチがちゃんといた。面目投げに首を垂れ、私の視線をそっとそらした。私ももう大人である。いたずらな干渉はなかった。すぐに事態を察知した。薬品が効かなかったのだ。うなずいて、もうすでに私は白紙還元である。家へ帰って。ダメだよ。薬が効かないのだ。許してやろうよ。あいつには罪がなかったんだぜ。芸術家はもともと弱い者の味方だったはずなんだ。私は途中で考えてきたことをそのままに言ってみた。弱者の友なんだ。芸術家にとって、これが出発でまた最高の目的なんだ。こんな単純なこと僕は忘れていた。僕だけじゃない。みんなが忘れているんだ。僕はポチを東京に連れて行こうと思うよ。友達がもしポチの格好を笑ったら、ぶん殴ってやる。卵はあるかい？ええ。家内は浮かぬ顔をしていた。ポチにやれ。二つあるなら二つやれ。お前も我慢しろ。皮膚病なんていうのは、すぐに治るよ。ええ。家内はやはり浮かぬ顔をしていた。終わりです。